バルセロナに、1レアルソシエダリーガエス、ニオーラ第19節、リーガエスパニオーラ第19節、バセロナ対レアルソシエダの試合が現地時16日に行われた。バルセロナが2-1の勝利を収めている。今シーズンのバルセロナはダゾーンで、いつでどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、27分、ナーキックからパスをつながれた後、最後に、シエダのウィリアン・ホセに押し込まれ先、点を決められてしまう。それでも31分、ペドリの巣を受けたジョルディ・アルバが右足を振り抜いて、同点ゴールを決めた。さらに43分、アルバ、クロスが相手に当たった後、ゴール前にいた、ランキーでヨングが押し込んで、逆転後、ルを決める。そのままリードを守り切ったバ、セロナが2-1の勝利を収めている。得点者、27分01ホセ、ソシエダ31分11アルバ、バルセロナ43分21でヨング、バルセロナ、両。